次に足立康史君。足立君。日本維新の会の足立康史でございます。今日ですね、所信質疑ということでございますので、自衛隊員の殉職者にかかる国家追悼のあり方、11月7日に防衛省のですね、慰霊碑地区とお呼びしたらいいのか、メモリアルゾーンというのがございまして、自衛隊の殉職者の方々、2001柱の御霊が、祀られているこの地区でですね、菅総理も参加をされて、自衛隊殉職隊員追悼式が行われております。令和2年度新殉職隊員故拝礼、黙祷。令和2年度自衛隊殉職隊員追悼式にあたり、国の存立を担う崇高な職務に準ずられた自衛隊員の御霊に対し、ここに謹んで追悼の誠を捧げます。この度新たに祀られた御霊は25柱であります。御霊は強い責任感を持って職務の遂行に全身全霊を捧げ、自衛隊員としての誇りと使命感を自らの行為によって示されました。このような優位な隊員を失ったことは、自衛隊にとって、そして我が国にとって誠に大きな痛手であります。同時に、かけがえのないご家族を失われたご遺族の皆様の深い悲しみ、無念さを思うと、悲痛の念に耐えません。改めて、ここに祀られた2001柱の御霊に対し、信心なる敬意と感謝の意を表します。その尊い犠牲を無にすることなく、ご遺志を受け継ぎ、国民の命と平和な暮らしを守り抜く、そして世界の平和と安定に貢献するため全力を尽くすことをここにお誓いいたします。今一度、御霊の安らかなならんことを、そしてご遺族の皆様のご平安と末永いご健勝を心よりお祈り申し上げ、追悼の辞といたします。令和2年11月7日、内閣総理大臣菅義偉。私がいつも思うのは、これでいいのかなと、いや、しっかりやっていただいているの拝見をしてますが、防衛省に伺うとですね、防衛省に伺うと、防衛省としては、
こうやってるという以上でも以下でもない、それ以上のことは、まあ、なかなか防衛省からは返ってきません。そういう中で国家追悼のあり方、常日頃から国民が広く国のために命を捧げたられた自衛隊員の皆様、2001柱の御霊に追悼の思いを捧げる、そういうことがなかなかできる体制ではないのではないかなと思って、不十分であると私は思っています。金がね、靖国のあり方、千鳥ヶ淵の位置づけ、私もこの第一委員会室で何度か議論してきましたが、この話をするとですね、大体保守系の皆様から大変な非難を、そもそも話題にすること自体が非難の対象になってですね、私も票がどんどん減っていくと。大阪に真田山陸軍墓地というのがありまして、予算もつけていただきました。私はこれ国立化すべきだとこう思いますが、官房長官。昨年いただいた維新の皆さんからの要望書についてもそうしたことが書かれておられました。恥ずかしい話ですけど、私にこうした要望を受けまして、初めて軍用墓地の存在というものを知れるということでありました。財源的支援というのはある意味で国は当然のことだというふうに思ってますし、そのあり方でありますけれども、そこは地方公共団体とですね、協力しながら、まあ、適切に処理していかなきゃならないというふうに思っております。今外国の要人が日本にいらっしゃったとき、例えば安倍総理がアメリカに行かれるとアーリントン墓地に献花をする、世界の首脳が日本に来られたときは、これどうなってるんですか。お願いします。外務省岩間議店長。お答え申し上げます。政府といたしまして網羅的に把握しているわけではございませんが、国立の施設としての千鳥ヶ淵の戦没者墓園に限って申し上げましれば、例えばイギリス連邦の戦死者墓地委員会の副会長ですとか、米国国防省戦争捕虜行方不明調査局長官、それから、アメリカの国務長官および国防長官が訪問し献花した例があると承知しております。アメリカの大統領の献花等はないんでしょうか。私どもで調べました限りにおきましては、その事実には見当たっておりません。この話をするとですね、大体保守系の皆様から大変な非難を、そもそも話題にすること自体が、非難の対象になってですね、私も票がどんどん減っていくということもありますが、ただ問題意識は、例えばその防衛省のこのゾーンですね、こういう形での自衛隊の殉職者の皆様方々への追悼のあり方、国家追悼のあり方、私は不十分だと思いますが、長官どうお考えでしょうか。加藤官房長官。今ご指摘のあった自衛隊殉職隊員の追悼については、任務遂行中に不幸にして職に殉じた隊員を追悼するため、防衛大臣主催によりご遺族の方々、総理大臣などの参列のもと毎年取り行っております。実施の場所については、従前は防衛省の会議室や講堂などで実施をしておりましたが、平成15年に市街の防衛省内に慰霊碑地区、いわゆるメモリアルゾーンを整備をし、同年以降は同地区において追悼式が挙行され実施されているというふうに承知をしております。私はやはりもう少しね、国民が広くその追悼の思いを表することができるような形があり得るのではないか。もちろん先ほどご紹介があった会議室でやっていたとか、そういうことから考えれば大変前進というかですね、ご配慮をいただいていることは敬意を表したいと思いますが、今日申し上げたかったことは、我々日本維新の会が総選挙の公約等ですね、追悼施設と4文字書いた途端にですね、大変な非難を浴びる。しかし私はやはり今ご紹介をいただいた現状ですね、前進はしているものの、それを考えるとですね、やはりこれは国として国家追悼のあり方については引き続き議論をしなければならない、そういう思いをですね持っていることを申し上げておきたいと思います。